し。じゃあ早速、始めたいと思います。すましたやりです。3月31日の後楽園、ホール大会、無事、終了しまして、まあ、私なりに、ちょっと総括的なことをちょっと述べさせていただきます。本来であれば、3月18日に、開催する予定だったんですけども、まあ、それができなくなりまして、31日に、なんとか月内にその3月中に、イベントをやりたいというところで、協力いただいた、選手および関係者、そして、3月31日に、お越しいただいたファンの皆様、本当にありがとうございました。で、試合に関しては、まあ、1年前と私はどうしても比較をさせていただきながらですね、見てたんですけども、非常に、スマッシュが成長したんじゃないかというふうに思ってます。まあ、特に、セミファイナルの、ハードカーマッチも、非常に 見どころがある、試合でしたし、あとは、なんといってもメインである、串田対大原選手の、試合っていうのは、試合がまず実現できたというところも含めて非常に私は、感動しました。で、まあ、そこに対して今後、後楽園大会が終わって次大阪っていうところに私たちも行くんですけども、そこで、まあ、田尻選手の方からもそれについて一言あると思うのでお願いします。はい、でですね、あの後楽園のメインで、まあ、あの大原と串田が戦いまして、で串田はこう言っていました。僕が勝ったら田尻さんその場でもう1試合やってください。で串田負けました。そして試合後大原が、マスコミの皆さんの前でこう言ったそうです。俺は口にしなかった、だけど本当はこう言いたかった。俺が串田に勝ったら田尻を俺と戦えって大原そう言ったらしいんですよ。そしてですね、やっぱりあのこうということは、僕は大原と戦わなきゃいけない義務があると思うんですよ。串田とは戦うつもりだったんだから。そして鉄は熱いうちに打てということで、これは後楽園で発生したお話なんですけれども、これをですね、後楽園後一発目の大阪 IMV ホールで、この大原とのシングルマッチを僕はやらなくてはいけないと思います。僕は大阪で大原と戦わなければいけない義務があると思います。というわけで IMB ホールのメインイベントで田尻対大原はじめを決めました。僕はで今日は大原が来ています。そこにえ1年間、自分は黙ってやってきましたが、この間の後楽園で1年間やってきたことの結果が出せました。1年間やってきたことの結果が出たから、俺はこれから自分の自己主張を始めます。自分の主張の1個目、田尻さんとシングルをやること。そして必ず田尻さんを超えて、その先にあるベルト、俺もあのベルトを取りに行きます。いや、何かご質問ございますでしょうか。まあ、先ほどその大原選手からベルトを取りに行くというお話があったんですけれども、この試合結果いかんによって、その今後 そのベルトの王座決定に関して関わってくるようなことになってくるんでしょうか。ちょっとそれ、そのベルトの争奪の流れとはちょっと別なところにある、これは試合だと認識してください。だけれども
この試合の結果は必ずそのベルトの行方にも大きく影響してくるはずがないと僕は思います。でベルトをどのように争奪していくかについてはちょっとこの後またもう一つ決めたことがありますのでそれは後ほどお伝えいたします。まあでもここでスマッシュ後楽園大会で初めてそのベルトをお披露目っていうことでなったんですけども、まあ、マイケル・コバクが、ベルトを持ってっちゃってますよね。はい、うん、あれ どうなんですか。あ、うん、ちょっとまあ、まあ、僕の不手際っていうかですね、うん、ちょっと後で説明していいですか。ちょっと質問他にないですか。大丈夫ですか。写真撮りますか。とりあえずね、じゃあ、まあ、サバイさん